お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、アップデが、あったということで、そのアップデについてね、いろいろ、話しつつ、おすすめのね、デッキも紹介できたらな、と思います。というわけで、こちらね、見てもらえればわかると思うんですけど、スケルトン以外のカードが、修正されましたね。ここの7枚ですね。で、このね、ローリングバーバリアンとファルチが、情報修正されて、他のね、ここの5枚が、下方されましたよっていうわけで、一番大きな下方としては、エリゴレだったり、そのウォールブレイカーに思われるかもしれないんですけど、結構トリトンの下方がすごいでかいと思ってて、そのトリトンのね、射程が短くなったんですよね。あとなんか、その、タゲの切り替えがどうやらこうやらみたいなの言われてたんですけど、そこはよくわかんないんですけど、射程が短くなって、その何が変わんのっていうので、ホグライダーをキング起動できなくなりました。これですね、これ。これもね、もう今、日本人の、てかもう海外もですけど、2.6 使いが、2.6 ホグ使いがもうみんな喜んでますよ、これ。マジで。トリトンの射程が短くなって、もうホグライダーをキング起動できません。っていうわけで、ロイジャイとかも、逆サイドにね、引っ張れなくなったり、そういう、陸に対してね、陸最強、だったトリトンが、最強ではなくなったっていうのがね、ちょっと大きいんじゃないかなと思いますね。なんで実質ホグライダーとか、ロイジャイはどうだろう。そんな逆サイに持っていく場面もなかったんでわかんないですけど、ホグとかそういう陸がね、ちょっと全体的に強化されたイメージがあります。で、他はでも全然トリトン使えないのかなってなった時は、難しいですけどね。まだ使えないこともなさそうっていうのは、若干ありますけど、際どいですね。はい。で、エリゴレが、3種類変化しますけど、形、もともと合わせると、けど、全部のね、HP が 10% ダウン。これもまた減るんじゃないかなと思います。で、ウォールブレイカーも、爆破範囲と、火力ですね、が下がる、みたいなんですけど、これまた際どいですね。なんか、2コスで、今まで結構ダメージがね、普通に400の800を無視できなかったんですけど、それがね、ちょっと下がったら、無視はしやすくなりますけど、言うて痛いみたいなところあるんで、全然、こんな大きな変化はなさそうですけど、で、ネクロはもうゴミカスになりましたね。言ったら悪いかもしれないけど、こんなカード使うならファルチ使えよってなっちゃいますね。はい。なんで、ネクロは、スケルトン湧くのが遅くなったりとか、その、攻撃スピードも遅くなったりとか、もういろいろね、オワコンになりました。バイバイっていうわけで、多分今後見られないと思います。で、ベビードラが HP 下方 4% ぐらい、4.5% とかだったかな。下方だけど、そんな気にならないと思うんですけどね。何のスペルで死ぬようになってとかも、多分、ライトニングとかも耐えると思うので、ライトニングともう一個とかでもしかしたら死ぬのかもしれないんですけど、まずそこね、ちょっと具体的にはわかんないんですけど、言うてそんなね、大きな下方ではないと思います。で、次、情報修正なんですけど、タルババ、ロリババが情報されたのは正直って感じなんですけど、前まで吹き矢とかプリンセス処理できなかったのが、もしかしたら処理できるかもしれない。わかんないですね。そこはまだ、きっと。全然検証してないんで、申し訳ないですけど。はい。ロリババはね、めっちゃ弱いわけではなかったと思うんで、この情報はね、すごい、僕もですし、いろんなことがね、喜ぶんじゃないかなと思います。で、ここですよ、ここ。一体どうなってんのよっていう、本当に、ファルチ、皆さん。強かったじゃん。別にね。情報するとかあるっていう感じじゃなかったですか。そんなのヒール情報してくれっていうのがね、誰もが思うことなんですけど、ファルチが情報されて、射程距離がね、長くなりました。0.5 ぐらいかな。1かな。わかんないけど。ちょっと射程が伸びて、その代わりに火力が 20% ぐらいダウン。20% だったと思います。ダウンしました。なんで、言っても、昔のファルチより圧倒的火力高くて、射程も、しかも長い。これね、はい、来ました、ぶっ壊れ。これ、ね、次の環境一番のね、ぶっ壊れカードじゃないかなと、思いますね。なんか前にも一回ね、バグでね、ぶっ壊れみたいになったんですけど、もう本当にそれと正直一緒です。正直、なんかアウトローとかも、ガールにまで届かないんですよね、ファルチの斧って。なんですけど、そういうのも届くようになったり、なんかね、もう射程長すぎて、っていう、それ死ぬのっていうのがね、どんどん死んじゃいます。なんで、皆さんぜひファルチを使いましょう。というわけで、今回のね、アップデートで、変わったユニットは多分こんなところだなと思います。というわけで、今シーズンね、おすすめデッキが、僕
のね、ただこのお気に入りっていうか、まあ、ただ気に入ったデッキなんですけど、こちらのね、ファルチェイリのスキラですね。で、これなんですけど、あの、日本人の方がね、前シーズン、こちらね、もうすごい、すごいですね。グローバルフィニッシュを、世界で1位、2位が日本人っていう。で、3位、4位は海外のね、プロプレイヤーなんですけど、で、5位もか、プロ。もうね、プロばっかのところに、日本人のね、はじめさんと、グリテアン、グリテアンさん、読みにくっ。がね、グロ1位、2位っていうところで、いや、これやばいですよね。はじめさんクロスとか、まあ、クロス上手い人で、グリテアンさんは今季バルーン使ってたかな。はい、グリーンの世界2位で、まあ、すごいね、おめでとうございます。おめでたいことだなと。いや、負けてらんないなとなりますね。で、これはじめさんが、その、クロス、が得意なんですけど、やっぱエリゴレとかがね多くて、クロスも使いつつこちらのスケラをね使ってなんとフィニッシュしてました。なんで言ったら世界一のスケラデッキです。はい。なんでしかもこのデッキベビドラが加工されるんですけど、加工されたんですけど、ファルチェとロリババが強化されてるんですよ。これまたね強いことだって、世界一でフィニッシュできるデッキがもう一回強化されちゃったんですよ。もうそんなんね、何位とんのっていう。まあ、世界一以上ないですけど。なんで、こちらね、今日はね、使っていきたいなと思います。なんで、まあこれ、エリゴレとかにね、結構、まあ強いっていうのはあって、そのエリゴレがね、もしかして減ったりすると、またね、どうなるかわかんないんですけど、またなんか、まあ僕的には絶対ファルチェが増えるなっていうか、まあファルチェを使わない理由がないぐらい、なんかもうすぐ、ね、もう近々すぐファルチェの下方修正が入ってもいいんじゃないかっていうぐらいね、あのファルチェが強いんですけども、はい、というわけでやっていきたいと思います。あ、そう、ホグが生き生きしてますね。もうだってあのトリトンでキング起動されるってことがないから、もうしょっぱなこうガンガンねホグを飛ばしてきますね。まあトルネードとかあればね、またあてかあるわこのデッキ。回ってなかったのかな最初。はい、というわけでホグなんで、2.6 ホグとか、あの、前まで、てか最近全然見なかったじゃないですか。でもそれがね、多分また復活するんじゃないかなと思いますね。まあ、あとの他のホグデッキはどうなんだろう。え、相手めっちゃ攻めてくるんだけど。よいしょ。いや、これね、スケラ打ちたいな、これ。めっちゃ、今コスト多分トントンぐらいだと思うんですよ、これで。あー、防衛カード1枚。ファルチェ来ましたね。ホグファルチェコウモリ。ファルチがね、射程が長いんですよね、長い。思ってる以上に長いですね。で、火力の弾は正直そこまで気にならない。個人的には。正直そこまで気にならないので。よいしょ。よいしょ。これいるかな？あ、大丈夫だ。ファルチに飛びますね。まあ、ここスケラでカウンターで打っていきます。そういやね、さっきというか、これ僕お昼12時ぐらいに撮ってるんですけど、マジで11時ぐらい寝てたんですよ。寝てたら、朝から電話かかってきて、僕普通電話かかってくることとかないので、言ったらね、電話かかってきて誰かなと思ったら、テンゴットが、おい、ラット、起きたかって、起きたか、遊ぶぞって、はって、もう寝てるところをこうしてきて、あ、今から遊ぶぞって、お前、暇人かよってなりつつ、あともうね、30分後ぐらいにね、家を出ないといけないので遊ぶんかいって感じなんですけど、遊ぶんでね、ちょっと遊ぶ前に今動画をね撮っております。今日はね、そうラウンド1にね行きます。みんなでって言っても、ライキさんとテンゴットと、あ、これトリネジ座れる。あ、やばい、待って、これやばい、ちょっと今やばいかも。これ一回タルババでカード回しつつもう一回ファルチェ回します。よいしょ。このね、攻め取るのがやっぱ強いですね。あ、ここのファルチの射程はなかなか、うお、これが届くな。でもでかい。そう、これペッカに当たってますからね、その位置で。オッケー。で、このファルチをできるだけ延命させたいんですね。よいしょ。で、まあ、ギャングとコウモリがあるので、今スケラちょっと打っても、結果防衛されると思うんで、一回待ちます。で、ここはタルババプラス、タルババ強化、火力が強化かですね。火力。まあ、そこが大きいのかどうかは、際どいですけど。あはー、まあ、ギャングがちょっと厄介。まあ、厄介ですね。これを、しっかり回収したい。トルネーを、急いで回してというか、トルネーも打たなくていいですね、これ。
今打ってもどうせ一発入っていたと思うので、結果一発ならね。よいしょ。ちょっと負けそうっていう。ちょっと負けそうですけど、まあ言うてね、スケラーフリーズの、まあ、強みといえば、もう一発でね、持っていけるので、このペッカファルチがね、ちょっと厄介です。なんで、トルネフリーズして、全部溶かしたいですね。よいしょ。まあ、これフリーズしちゃいますね。そう、このトルネフリーズが強いんですね。ファルチの、これ、ああ、おい、これよ、これ。これをすると、相手はね、このスケラ以外の、このファルチェとベビトラにコストを使うので、そこでね、一気に攻めていくっていう感じですね。で、このスケラはちょっとね、カスでしたね。このタイミングのスケラはちょっとよろしくなかったですね。やばい。よいしょ。まあ、トルネで下げて、気合でね。これでも入るな？あ、危ねえ。危ねえよ。はい。よし。危ない。なんで、これね、スケラデッキなんですけど、いつも言ってるんですけど、スケラ以外でね、その攻めるっていうのが結構大事になってきますね。よいしょ。はい。まあ、これもスケラ打ちますね。これスケラ読みの後ろギャングですね。いや、うまいよ、この人。マジで。これもフリーズ打っちゃいます。で、まあ、ホグ来ても取れになるし、オッケー。ゴブリンで一回釣って、ビードラが残ってるでしょ。ベビードラはでも、ファルチェ2発で死ぬのかな。お、ファルチェ2発で死ぬようになってる。前まで死ななかったのに。ファルチェ2発で死ぬようになってる、ベビードラが。あばい、振れ、あぶね。そのフェイクやめてほしいね。ワンチャンピックかな。あ、オッケー。いや、これ欲しい。このユニットでこう攻めることによって、もう相手はね、これがきつい。もうフリーズしたい、これ。あ、今フリーズしてよかったな。一発も振る前に。まあまあ、50秒いいよ。めっちゃいい試合してる。ホグは飛んでこないか。これ、ファルチに一発振られたくないので。あ、なんかつけるってよかったな。あ、これはね、延命します。これ延命しますよ。よいしょ。ちょ、ペッカ、射程長くない君。でも今、ファルチ咲いた後だと思うので、これ結構きついと思うんですよね、僕の中では。あ、でもいい。ギャング？おい。いいよ。え、来たー！よいしょ。っていうところで、まあ、フリーズね、ワンチャンポイズンでもいいのかなとあるんですけど、やっぱフリーズね、この快感がね、ちょっと止められない、やめられないということでね、フリーズ使ってください。はい、というわけで、まあ、いろんなね、そのファルチのバルーンとかはもうありますし、ファルチ増えるんじゃねと思うんでね。ぜひネクロ使っていた方はネクロ引退してね、ファルチをどうぞ使ってみましょう。というわけで、まあ、今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。とりあえずファルチ強いので使っとけって感じですね。はい。というわけで、良ければね、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、まあ、アップデート、前シーズンですね。そうだ。シーズン終わって、僕はね、日本人が1位にフィニッシュしている中、まあ、182位と、まあ、なんとも言えない結果だったんですけど、やっぱね、上手い人ってね、その安定してるんですよね。ずっと、だからもうシーズンフィニッシュ後、3桁なんか取んないんですよね。1桁とか2桁をずっとね、安定して取っているので、ちょっとね、僕も、その目標と言いますか、ちょっとね、しっかり次からこう、シーズン1桁、2桁をこう、安定してね、取れるように頑張りたいなと思います。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。